エイドリアン・ホッチスは、イングランドのテレビ及び、映画脚本家。英国アカデミー賞受賞。彼のキャリアは、スクリーンインターナショナル誌のジャーナリズムに橋を発し、脚本家としては1991年のテレビドラマ、テルメザット・ユー・ラブメでデビューし、ミランダ・リチャードソンとローズマリー・ハリスが、オスカー賞にノミネートされた映画、橋の上の貴婦人と映画、愛しすぎて、 詩人の妻がそれに続いた。ジュリアン・バーンズのミートランドを1997年に映画化した後、ホッジスはアモングストウィメンなどテレビの脚本執筆に専念した。アモングストウィメンは、ジョン・マクガハンの小説を BBC2 でドラマ化したもので、英国アカデミー賞ベストシリアル賞を受賞し、映画ザ・ロスト・ワールドとドラマチャールズ 2? ・ツー・ザ・パワーザ・パッションが、 万フ世界メディアフェスティバルでグランプリ賞を受賞した。2005年に彼は HBO と BBC のテレビドラマ、ローマ、ローマでエピソード、外旋式を執筆した。後に彼はフィリップ・プルマンのサリー・ロック・ハートの物語をテレビドラマ化し、ザ・ルビー・イン・ザ・スモークとザ・シャドウ・イン・ザ・ノースを執筆した。彼は ITV の SF ドラマ、 プライミーバルの共同制作者でもあり、前後シリーズの宇宙エピソードを執筆した。また、2008年には、小説、サイラス・マーナーの新ドラマ化に向けて動いていると報じられた。2007年11月22日、BBC は、生存者たちのリメイクが制作され、その執筆をエイドリアン・ホッチスが担当することを告知した。前にシリーズが、 BBC1 で2008年と2010年に放送された。ホッチスは2011年の映画、マリリン7日間の恋の脚本も執筆した。エイドリアン・ホッチスは、アレクサンドレ・デュマ・ペールのキャラクターを原作として、BBC のテレビシリーズ、マスケティアーズ、三重詩を制作した。本作は2014年1月から3月にかけて第1シリーズが放送された。 ありがとうございます。